はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。まあ今日もね、またいろいろ写真とかいろいろ溜まってるみたいなんで、はい、やりたいなと思います。はい、それで、いよいよアーリンさんのゴフカードが完成したんですって。はい、そうです。どんな感じですか？あ、なんか名刺サイズで、まあ私としてはいい感じと言ってきますな。ざっくりとざっくりと、ね、いい感じで、はい、なんかね、効き目がありそうっていう感じですよ。そうですね、はい、まあ、最新鋭のね、はい、割と、うん、中国のね、はい、こういうなんか陰陽道というのかな、はい、こういう魔術というか、はい、呪術というか、はい、こういうのはアーリンさん得意中の得意ですからね、はい、それを全部翻訳したのがこれだと、はい、で台湾でブームになってるって聞いてたんで、はい、これぜひやりたいなと思ってたんですよ、はい、で今回は200セットだけ。そうですね、限定200セット。そうですね、はい、まあゴフカード、はい、これいろんな効能があるんでしょうね。そうですね、はい、あ、そうですね、一枚一枚説明していかなきゃいけなかったですけどね。金運とか、うん、はい、いろいろ恋愛とかね、いろいろありますよね。どうですか、はい、恋愛カードとか金運カード持ってきますか？あ、いいですね。恋愛カードですか？で、もう、はい、ご主人亡くなって1年だったんで、はい、フリーエージェント制限。1年で大丈夫ですか？いや、1年、1年普通、門に服すって1年ですよ。1年ですか、うん、はい、あとはもう、うん、自由奔放に。はい、うん、なんか、煽ってませんか？なんか、自由奔放に。煽ってないですよ。煽ってませんか？いいですよ、それ別に。いや、はい、まあ、うん、どっから、うん、なんか、はい、お宅の社員はいかがなものかって言われる可能性もありますからね。ありますよね。どっか酒飲んで遊んでたとかね。はい、はい、お酒は飲まないんで、ああ、カラオケがうるさいとか言われるかも。ああ、ABEX の。はい、ABEX です。ABEX の数々のヒットナンバーを、はいはい。ヒットナンバー歌いますね。ああ、はい。そうですね、ゴフカード、いいですね。金運も欲しいですね。これ色がそれぞれ違うらしいですよ、うん、金色だったり、はい、なんか黄色だったりする、はい、ね、やっぱり説明書き必要ですね。つけときましょうね、うん、説明書き、ね、そうですね、はい、でこれ、うん、一部はうん、アーリーさんのね、はい、サイン入り売ったりもします。サイン入り、はい、いいです ね、 ね、それはこれいいです ね、うん、ね、果たして200セット、はい、ね、瞬時もう受付開始ですが、はい、ね、あ、いつから受付とかって決めてますか？もういつからいいですか？え、いつからですか？いや、私近道ロザリオの受付もそのうち始まっちゃうんで。近道ロザリオは、うん、はい、今回は、はい、僕は近道さんが販売すべきですよ、はい、そうですか。僕らが応援で帰ってましたけど、うん、はい、まあ、ちょっと今回様子見ようかなという。え、そうなんですか？いや、私はもうやる気満々で言いましたよ。いや、まあ、まず、まあ、ちょっと、はい、待ちましょうよ。待ちますか？ちょっとペンディングね、うん、ペンディング、はい、うん、ほんでまず、うん、このね、はい、ゴフカード、はい、200セットだから、はい、無軌道に1000個も2000個もないですから。ないですね、うん、もう200セットだけ売り切りで、はい、売り切りで、はい、うん、うわー、じゃあもう早い者勝ちになっちゃいますね。限定販売ですからね、はい、で財布に入れてるんですよ。そうそうそう、幸せになれるかな、うん、幸せに、いや、なれるぞって信じてたらなるんじゃないですか、幸せに。あ、そうですね、うん、私この間のね、結構大きめの地震あったじゃないですか、つい先日ですね。もうすぐあなたのところに行くわと思った。違います。いや、私逆にね、止まれって念じたんですよ、地震、ええ、揺れてる時に、ええ、止まれって念じたら止まりましたよ、ええ、あ、揺れが。あれを止めたのはアイムだった。私です。違う。多分ね、大勢の方がみんな地震沈まれって念じたんじゃないかって思いますよ。ああ、そうですか、はい、ね、そうだったの。そうだったんです。それは知らなかったな。はい、これからもね、地震が大きくなりそうになったら止まれって、うん、みんなで念じれば。それ大丈夫ですか？大丈夫なんじゃないですか？という、そういうことをなんかよく言ってませんでした、先生も。
あ、まあそのね、でかい地震が起きないという気持ちを持つことがね、大事です、大切ですね。はい、そうですよ。この前七葉さんが出てね、はい、話してくれたばっかりで、ね、そうですね、うん、これぜひちょっと後に続きたいですね、はい、そうですね。それから何、はい、でしたっけ、アトラスブックス、アトラスブックス、はい、今何言ったか一生懸命やってますよね、はい、そうですね、進んでますよね。1巻から3巻まで分けて、うん、はい、でユーマだけで 別バージョンを分けるんですね、はい、でユーマだけで1冊作って、はい、あの日本ユーマ協会、日本ユーマ協会ってあるんですか。ありますよ、知らなかったです。三好先生と、はいはい、パンク町田さんと、はい、鍋やかんさんと、はい、天野道弘さんと、はい、で俺と、はい、中澤、はい、早瀬と、はい、このメンバーが集ってる、はい、日本未確認生物協会の初代、はい、一号、開放一号としますよ。開放ですか。開放一号、開放一号、はい、まあね、いろいろありますね。ありますね、はい、うん、まあ、アトラスブックスの方も楽しみで、楽しみですね、もういろいろと楽しみですね、うん、はい、そうそう、もう一つね、紹介するやつがありましたね、はい、はいはい、はい、先生お得意のタウトク。いや、僕は得意じゃないでしょ。得意ですよ。で、徳島の情報誌ですね、今回徳島の不思議百物語を先生が連載されてますけれども、徳島をバカにしてるな。してませんよ、してます、全然してません。私徳島もね、あの旅行に行きましたけど、見どころたくさん、あ、それで素通りしたんでしょ、高松から高知、素通りしません。ちゃんとね、あの鳴門の渦潮とか、祖谷の桂橋とか、もう抑えるべきとこは抑えましたよ。いやー、抑えてないな。え、どこですか。もう祖谷の桂橋と鳴門の渦潮って基本中の基本ですよ。十郎部屋敷聞きました。え、行ってないですね。十郎部屋敷行かないと。そうだったんですね。十郎部屋敷のセットの犬の絵があるんですよ、はい、この犬の絵が、はい、あの鳥山世間が描いたおとろしの絵と似てるんですよ、はい、おとろしですね、はい、つまりおとろしはね、はい、犬だったんです、ね、あららら、らそうだったんですか、うん、そうなんです。まあいろいろありますよ、うん、ありますね、あの恋人峠とかね、はい、そうですよ、うん、あ、なんか本当に基本的なところしか押さえてなかったようですね、うん、あとはね、なんかね、川下りがね、うん、雨で増水していけなかったんですよ、中止になって。ああ、そうですか。ああいうのとか好きだったんですけどね。小泣き地を見てくださいよ、うん、あ、見に、また行かなきゃいけませんね、そしたらね。あと、はい、阿波たぬき合戦、はい、あの平成たぬき合戦の、はい、相談してるシーンのモデルになった、はい、近所、六代目近所出てくるんですけど、 あの近所を祀ってるあの、はい、祠がありますからね、はい、あ、じゃあちょっといろいろとまたね、見に行きたいなと。もう10メーターぐらいのタヌキの像があって、はい、パンパンって叩くと、うん、ジャーって見るじゃないですか。そうなんですか。そうなんです。結構面白いとか、面白いですね、とこいっぱいあるんですよ、うん、はい、はい、ちょっとね、ちょっと脱線しました。今回のはい、徳島の不思議百物語はですね、うん、四国の超能力者近光氏と出会った話になっていますね。ああ、そうなんですね。そうですね。はい、ぜひちょっとこちらの方を、ね、あれ、これって徳島の人しか買えないんでしたっけ。徳島のお店、コンビニとかね、はい、ああ、徳島ね、本屋とかには置いてるんですよ。じゃあ徳島在住の方はぜひ、そうです ね、お読みくださいという、あ、これ売ってますよ、うん、売ってますよ。売ってますね。バカにしてるさ。違いますよ、コンビニとかのフリーペーパーなのかなって思って。バカにしてるな、フリーペーパーと。分厚いフリーペーパーだなと、読みどころたくさんあるなと感心してた。記事が載ってるフリーペーパーないですよ。そうですね、ということでね、徳島在住の方はぜひお買い上げくださいということで ね、はい、はい、ということでね、はい、今回はですね、なんと UFO 特集のね、第3弾もあったんですよ。3弾があった、第3弾があったんですよ。、うん、でね、今回はですね、あの以前トミー・ケイティさんの昆虫型宇宙人、うん、でこれもね、またあの村さんに鑑定してもらいましたら、村さんからもなんと画像が、昆虫型宇宙人の画像が届きましたので、ね、紹介させていただきますね。余計自体がもうややこしくなってきた。自体がややこしくなりました。はい、うん、ということで、ね、トミー・ケイティさんからですね、昆虫型宇宙人ではないかという写真が3枚送られてきていましたので、こちらの方をまず紹介させていただいて、
その後ですね、村さんから今頃補佐からこうトミー・ケイティの撮影した昆虫型宇宙人が流れてるんですね。はい、はい、そうです、流れてるんですよ。昆虫じゃないんですよこれ。いや私何とも言えないですね。どうですか、見せてください。はい、こういうちょっとこれは昆虫じゃないんですね。何とも言えないです。昆虫に見えるんですか。見えるんですけど、昆虫型の宇宙人。そんなこと言ったら何でも宇宙人になっちゃうから。ちょっとね、村さんから送られてきた写真も本当にトミー・ケイティさんと同じような姿のが送られてきましてね。村さんのかな。はい、村さんからね。村さんがまだこんなのが送られてきたんですよ。余計ひどい。これは昆虫ですよ。これバッタじゃないの。バッタ、なんかそう、私もなんかバッタのようにも見えますけど、なんかこれはコガネムシじゃないか。もう歌いながら飛んでますよ。 そんな気もします。コガネムシは金持ちだって。歌いながら、コガネムシは金持ちだって歌ってますよ。そうかも、なんかね、セミのようにも、でもセミはこんな羽じゃないですもんね。ね、ちょっと不思議な写真が送られてきましたのでね。はい。ということで、この昆虫型宇宙人の紹介と、あとね、ヨシポンさんが大量に、UFO 写真とかを送ってきてくださったんですよ。ヨシポンさんはどこの人ですか。ヨシポンさんはですね、どこの方だったかな、ちょっと待ってね。ちょっと住所が載ってなかったのが、どこだったかな、ヨシポンさん。多分、茨城だったかな。茨城じゃなかったかな。あれ、ヨシポンさん。妖怪カードある。妖怪カード、カード。カード、カード入り、カード入りお菓子、どこ、カード入りお菓子、ここにありますよ。はい、ありますよ。捨てられちゃったかと思って。捨てませんよ。チョコレートとか入ってますからね。ということで、ちょっとね、ヨシポンさんのも、一応ですね、うん、これはね、いっぱい UFO の画像が送られてきまして、で、なんかね、村さんもね、ちょっと鑑定疲れちゃったかなって感じで、たくさんあるんですけれども、うん、回答がまとめて一つの回答になっていますね。はい。一杯一唐揚げね。そんな、なってるんですよ。10杯一唐揚げ。10杯一唐揚げみたいに。それ、はい、これはちょっとかわいそうだな。ちょっとね、ちょっと村さん疲れちゃったかな。いっぱい感じ。75歳疲れちゃったよ。そうなんですよ。もう鑑定するの疲れちゃったから。ね、もうまとめてやっちゃえと。まとめて。はい。じゃちょっとね、ヨシポンさんのお手紙を読んでいきますとですね、はい、とてもとてもすば、あ、画像を撮らせていただく数分前、とてもとても素晴らしいことがありました。今とても強く思うのは、宇宙から山口さんたちを応援しているすごい数のファミリー、部隊、団体がいるんです。いたんです。いるんですって、ね、いるんだってば、ガチで。私は見るんだってば、いるんだってば、ガチでって、それ、はい、村さんの口に本当にそういうふうに書いてありますよ。いるんだってばって書いてる、はい、いるんだってば、ガチでと書いてありますよ。75歳が違います、これはね、ヨシポンさん、ヨシポンさんが書いている文ですよ。そんなたくさんのファミリーがいたらね。いるんですってね、山口さんたちを応援しているファミリー。こんなね、はい、先月よ、あの、200人減って、はい、はい、今月も200人ぐらい減、150人ぐらい減る、はい、減ったんですか。こんなことないんですよ。そうですね、はい、うん、ちょっとね、これからなんとか挽回していきたいかなと。関連項目に入ってこないもん。関連項目に入ってこない。 UFO の他の特集に関連付けられるとか、はい、そういうことが一切ないんですもんね。はい、そうですか。いや、本当、ね、頭が痛い問題ですよ。頭が痛いですけどね。うん、ちょっと残念、こんな面白い画像とかいっぱいありますのにね、うん、はい、ということでですね、ヨシポンさんのちょっとお便りを読もうとして、なんかいっぱいありますね。はい、ですね、はい、こんにちは、ヨシポンです。先日散歩中の山のあたりでキラキラしていたので、画像を撮影した場所と同じ場所でスマホをズームして撮影しました、うん、遠いのにあれと気づいた時にはピカピカと強く、だんだん光が小さく弱くなり消えてしまいました。この光は山にドライブしていた車のガラスの反射でしょうか。
はたまた忍者が暗号を送ってたのでしょうか。山をさまよう妖怪でしょうか。うん、どこの忍者ですかそれ。忍者いたらね、いかですか。忍者がいたら楽しいですよね。楽しいけど、はい、忍者がいたら多分携帯使ってると思いますよ。あ、携帯ですか。今の時代ね、もうすごいいろんな電子機器使いこなしますね。うん、とはい。あとはですね、あぜ道でホーミー練習してたらスズメじゃなくって UFO 来たかも。やっぱり虫かな。でもめげないもん。でこのあぜ道でホーミーの練習っていうのはちょっとよくわからないんですけど、ホーミーというのは発声法ですよね。え、発声法なんですね。 歌の発声法だですよ、はい、あ、そうなんですか。ちゃんとでもこれ山のところに UFO がちゃんと映ってるんですよ。割と大きめですか。はい、どこに。山の横に UFO だから、はい、ちょっとわかんない感じ。はい、まあ、あといろいろですね。はい、レンズの反射と手ぶれが重なると UFO となってしまう失敗を反省し、我が道を行くには前進だとスローモーションアプリの練習中にあの勘違い大興奮の日、写メ以外に撮った動画をしょぼーんと眺めていたら、途中の1秒の間におおと思う場面を見つけたのでめげずに送りますともというふうになってたり、いろいろ送りますとも、とも、はい、時々なんかスポコンみたいな喋り方になるのはなぜですか。そうですね。で、そういろいろな画像がね、 UFO とかって時代や年代で変化するもんなんですね。あ、私だけか。気になる画像を一通り送れて、ほっ、とりあえず一段落のヨシポン、ありがとうございました。ということで、ちょっと小さめの UFO とかね、ちょっと UFO かなって思うやつとかもいろいろありますけどね。どこ飛んでるんですか。これですか。これ UFO ですね。はい、これ UFO かな。あとね、はい、ついで日常洗濯干している間のんびり雲間を往復しているのはこれ、アトラスラジオからいっぱい生きる励ましをもらった、ありがとう、ミッキータイプとニコお団子タイプ。ということでですね、これはね、なんだ、 お団子タイプですかね。お団子タイプ、お団子タイプ、なんかくっついてるやつとか、はい、こういうね、こういうね、こういう感じでなんかたくさんいただきましてですね、で、これに対しての村さんの回答が、総括、はい、これは宇宙共同体の丸型母船が3機来ています。宇宙共同体の、はい、でこれはっていうのはね、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか全部総括しているので、うん、宇宙共同体の丸型母船が3機来ています、うん、その他多数の小型 UFO やデスクスキャナーと呼ばれる無人の UFO が撮影されているようです、うん、宇宙共同体はオリオン星団の方向にあるそうで、30チームほどが参加しているとか言われています。何かコンタクトルームの方が釈迦に関する方たちではないかとおっしゃっています。釈迦、お釈迦様に関する方たちではないかとおっしゃっています。 UFO 撮影家コンタクティー村ラムーさんからということでですね、ちょっといっぱい画像を、宇宙連合とは違うんだ、共同体は。今度はね、違うみたいですよ、ヨシポンさんの撮影されてるのは。これが違うと。はい、違うと。共同体から飛んできてると。はい、そうです。あと30チームしかいないってことは、はい、結構小規模な組織ですね。あ、そうですね。で、まあ、ヨシポンさんがこちらで撮影されたのが、30チームほどだから、あと他のところにいっぱい散らばってるんじゃないですかね。うん、はい。で、まあ、コンタクトルームの方が釈迦に関する方たちと言っている。釈迦に関する、はい、お釈迦様に関する方、釈迦に関する、釈迦、最初、うん、釈迦に、釈迦って会社の歌かなまたちょっとイントネーションおかしいですか。釈迦、釈迦に関する、釈迦に関する方たち、方たち、はい、というなんかもう謎を残した展開になってますけれどもね。もうどん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 もう、はい、わけのわからない展開になってきますね。なんてこと言うんですか。
ついていけてますちょっとついていけないんです私。昆虫型宇宙人とか、はい、昆虫型宇宙人ちょっと本当になんか昆虫かなっていうのもありますしね。でもまあモラさんがね同じような写真を送ってきてくださってるので、うん、やっぱり昆虫型宇宙人でしょうね。え昆虫型本当にそう思ってるんですか、はい、ちょっと何とも言えません。はい、思ってないんですね沈黙がありましたけどね、うん、はい、ということでね今回はその UFO 特集第3弾を送らせていただきましてね、うん、でなんかその後もね続々と UFO とかあの幽霊の、ね、心霊写真とか続々と送られてきているので、まとまったらまた、アーリンさんや村さんに鑑定を依頼しますね、うん、動画が欲しいですよね。動画ですね、動画もね送られてきてますよ。心霊動画、心霊動画はねないんですけどね、うん、でちょっと UFO 動画は興味深いものが送られてきまして、あ、心霊動画もね ありましたね。ありました、はい、続々と送られてきてますので。え、どんな心、はい、パンツ脱いでる、違う、何ですかそれは、どうなの、はい、これですか。いや普通なんかね顔みたいな大きな顔みたいなのが映っている心霊動画がありましたよ、うん、へえ。でちょっとねアーリンさんにまた鑑定していただいて、それ顔でした本当に。私もなんかね顔に見えたんですけれども、おはい、それ、はい、テレビ朝日に送っといてくださいよ。あ、ちょっとアーリンさんの鑑定次第ではね、なんか他のものが映り込んじゃってたとかそういうのだとまずいので、一応見ていただいて、うん、本物だったら然るべきところに送ってもくろうかなと、うん、はい、あとですね、あの心霊タクシーの動画なんですけれども、うん、三和交通さんから OK の返事が出まして、うん、もう寒くなったから、寒くなったからじゃなくて、だから動画がなんか、放送してもいいレベルだったというか、ね、放送してはまずいものは映っていなかったようなんですね、うん、はい、ですのでちょっとこの放送と心霊動画どっちが、あ、心霊タクシー動画どっちが先にアップされるか分かりませんけど、そうですね、はい、ということになります。巨大な顔っていうのはさ、はい、妖怪大首かもしれないですね。大首ですかね。大首、はい、妖怪大戦争、はい、妖怪、あのありますね、大英の妖怪シリーズで、はい、うん、あります、大きな顔のやつね。大首かもしれない。大首って言うんですか。大首ですよ、はい、大首の髪の毛に触れたものは、うん、気が触れてしまうのだ。本当ですか。これ子供の頃小学生の時読んでて、うんうんうん、あいつの髪の毛触ったら気が触れちゃうんだ、超怖えとか思って、はい、怖え、この妖怪に会いたくないとかって、真剣に思いました。思いますね。でも私も吸血鬼とかに会いたくないなとは思ってましたけど。なんで血吸われるから。そうですよ、血吸われるのも怖いじゃないですか、うん、はい、気持ちいいらしいですよ。でも血を吸われると 気持ちいいらしい。あ、気持ちいいって思いながら、はい、あの自分も吸血鬼になる。そうそうそう、自分もなっちゃうんですよね、ね、はい、と小さい頃はいろいろと怖いものがありましたけどね、はい、はい、なんとなく今回の心霊特集、うん、今回は UFO、 UFO 特集、 UFO 特集、はい、あまりにもざっくりしてます。ざっくりでしたね、ちょっとね、すいませんね、なんかまあなんかなんともね、一生懸命写真とか撮っていただいたのにちょっとざっくりになってしまいましたけどね、うん、なんか、まあしょうがないね、うん、先ほどもなんか光る物体が人工衛星って言ってましたっけ。そうだね、なんかそういうお話も聞きましたのでね、なんか神さんが、はい、あのチャーンってなる標識で話すじゃないですか、はい、火の用心カチカチってやる、はい、あれやらされてたんですよ、はい、やってるところで光で星があったから、はい、なんじゃいなと思ってみんな言ってたら、はい、あれはあの人工衛星ですよって、はい、でみんな興奮して見てたみたいですね人工衛星だけれども、うん、興奮してしまったんですね、うん、はい、何が面白いのかな。いや、だからなんか UFO かなと思ってたら人工衛星だったっていうオチで、そっかって納得したんじゃないですか。なるほど、はい、うん、火の用心、はい、カチ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 ですね、
カチカチと。はい。はい。まあ、こんなとこでしょうね。そうですね。はい。オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。メールマガジン、サイバーアトランティア、好評発売中です。888円と8並びがついてますけども、皆さんの協力のもと、どうにか維持しておりますので、ぜひ応援願いたい。闇の勢力との戦いに応援していただきたいと。もう皆さん各社反闇勢力でやってるんですけども、闇の勢力はなかなか手強いですね、はい、なかなか倒すことができませんということで、よろしくお願いします。それから、チャンネル登録まだの方はしてください。してるよと言いながらも外れてる人もいますので、チェック願います。で、会社でしてたけど家でしてなかった、家でしてたけど会社でしてなかったって人はですね、予備のパソコンとか予備の携帯でぜひお願いします。移動の時とか昼休みイベント食ってる時とか、まあ、アトラスラジオを聞いて、気分をリフレッシュするっていうのも一つの作戦かもしれません。はい、山口敏太郎でした。はい、あ、なんか今日先生ちょっとお疲れ気味な感じの喋り方でしたね。きっとね、コスプレ階段で疲れちゃいましたか、ハロウィンの。コスプレ階段疲れちゃいましたよ。疲れましたね、あれね。疲れちゃいましたね。あれ、ハッと見たらね、先生以外全員女性なので、うん、ハーレムだとか思いながら見てました。あのちょっと年配のハーレムですか？いや、もうね、うん、もうコスプレとかもういいよ。そうですか？ね、ビンタローコスプレ率高しとか書かれちゃうんだから。そうですね。先生もコスプレさせられてましたね、イリスちゃんにね。まあ、キタロの格好してくれっていうか、ね、そうそうそう、うん、すごく用意周到で、まあ、なかなかうまいですね。はい、ということでね、ビビビのビンタロー事務所っていう、なんか素晴らしい、あ、今日はあれですね、音声だけなのでね、映ってないけどね、素晴らしいものを作ってくださって。そうですね、なかなかうまかったですね、はい、うん、上手ですよ、はい、ぜひ皆さん一回見に来てください。はい、楽しいと思います。ビビビのビンタローブログで紹介します。やたらブログを宣伝しますね。そう、本当にじわりじわりと読者数が増えていってますので。なんか怪しいな。怪しくないですよ、本当に。そこでアイムグッズを売ろうという、うん、売ってませんよ。本当にこのタートルカンパニー関連の宣伝しかしてないブログなんですよ、うん、あ、そうですか。はい、使用には一切使っておりません。結構アクセス増えてますか、うん、増えてきました。4万人、4万、もう4万人突破したかな、もうそろそろかな。はい、ビビのビンだろう。はい、あのブログ面白いかな。どうでしょう ね、 ね、一応イベントとかね、そう、放送のご案内ですよね。わ、うん、かりました。はい、僕もインスタでも始めようかな。あ、始めましょうよね、ね、はい、もうツイッターとかフェイスブック飽きちゃったな、うん、あ、そうですか、うん、へえ。インスタでも始めて、はい、これ映えるとか。いいですね、これ超映えるんだけど、映える。とてもいいと思いますよ、ということをやってみま、はい、見たいと思います。いいですよね、はい、はい、次回も不思議な世界であなたとお会いしたい、山口敏太郎でした。ちょっと古畑任三郎入ってしまいました。そうですか、古畑任三郎です。はい、あ、君が間違えたんじゃないのかね。いいえ、いちゃいます、いちゃいます。もうなんかムカつきますよ。その関西弁。バカにしてる。いやいや、東京の人がバカにしてる関西弁ですよ。バカにしてませんよ。もう関西人怒ってますよ。怒ってますね。うん、ちゃうかな、そんなこと、そんな言い方ちゃうわ。ちゃうかなって思います。めっちゃ怒ってるわ。はい。うん、もう気をつけてください。はい、わかりました。はい。じゃあ、また次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。
本日の講釈これにて一件落着。山口敏太郎でした。それでは皆さんさようなら、はい、さようなら、バイチャー、バイバイ。